そっかそっか。それはあれだ。充実感。充実感もそんなにないっすね。誰も俺のライブを見たくないなら一生ライブしなくてもいいっすね。そういいっすよね。これリキッドルームの楽屋で撮ったんだよね。えマジっすか。そうなんですか。久保さんって日本人のカメラマンだすごい有名なんですよ。ヒットじゃなかったけどね。やりたくなったけど、なんかちょっとお前さんの方がやりやすかったんで、いろいろ。